ご見論者と軍国主義者の共通点、動画をご覧いただきましてありがとうございます。新重下でございます。えー、っとですね、あのー、何度かこの動画、が一連の動画でお話ししてるんですけど、戦後ですね、あのー、戦前を否定するということが絶対的に正しい価値観になったんですね。 だからあその、何かあるとです、ねあの、いわゆるその歴史に学べと称してです、ねあの、いわゆる戦前こんなひでえことがあったんだとかね、あの宗教弾圧があっただとかね、えー、その言論弾圧があっただとかっていうことを言うわけですね。 でそれで、でまあ、軍家の足音がとか、子供を戦場に送るんだとか、いつか来た道はっていうことをですね、まあ、繰り返せば、それで、まあ、相手を非難する、相手を反論する、相手を論破するってことになったわけですね、でちなみにそういう時に彼らが言う、歴史に学べの歴史っていうのは、日中戦争と太平洋戦争だけなんですよ、例えばベトナム戦争だとか、朝鮮戦争だとか、あまあ、そういうようなことにはあまり、まあ、学ぼうとしないわけですね。え中国はベトナムを侵略したことだとだか あ、ソ連がアフガニスタンを侵略したことだとかってことはあまり、その歴史に学ばないわけですよ。でもまあ日本のその市民運動家っていうのはなんかベトナム戦争のことは一生懸命言ったりするんですけどね。あの、こういうですね、えー、その人たちっていうのはですね、えー、戦後、戦前を否定するっていうことが正しいと。で、そういうことをよくやっていたのが、いわゆる左翼の人たちだった。 で彼らはそういう文脈の中で、いわゆるその戦後のですね自民党政権を攻撃すると、で戦前はですね、えー、自民党っていうのは、あまあいわゆる右寄りの政党で、あとは基本的にはあの左寄りの政党しかなかったんですね、まあ、共産党とか民主党とか社会党とか、公明党なんていうのは中道と言われてましたから、 だから右寄りの政党、つまり自民党を叩くのに、戦前の引き継ぎと自民党をみなし、まあ、絶対的な悪である戦前を引き継いでいるのが自民党、でそれをまあ攻撃するということをやっていたわけですね。でですね、その時に彼らが使う、まあ、フレーズの、まあ、最大の武器みたいなのが憲法9条だったんですよ。憲法9条っていうのは、軍事力を放棄するという考え方がベースにあるわけです。 それはまあ当然のことながら戦前の否定戦前の反省から来てるわけですね戦前を反省するんなら憲法9条を否定できませんよっていう話なんですよ実はですねこの憲法9条うんぬんと言ってる護憲論者の人っていうのは軍国主義者に近いなと思うんですねで特にその軍国主義者っていうのも彼らが本来否定してるはずの戦前の軍国主義者に近いと でどういうことかというと、ですねあのこの憲法9条を擁護、ね、要を容認している人たちというのは、憲法9条があるから平和だと、戦争が起きないんだという話をするわけですね。これはまあ全然何の根拠もない話なんですけども、あの彼らはですねこういう言い方をするんですね。 あの、日本国内で数百万人の、そして、えー、アジアはじめとする、その外国で数千万人もの犠牲を出しながら作り上げられたのはこの憲法9条なんだと。これを否定するということはですね、こういう犠牲者に対する冒涜になるんだ、なんてことを言うわけですよ。まあ、確かにですね、私はあの、まあ、戦前の軍部、軍国主義者の人たちが起こした戦争についてですね、全然肯定する気はないんですね。まあ、全面的に全ての戦争、まあ、例えば日清日露戦争だとかということを否定するつもりはないし、 中国との戦争においても、まあ、全面的に、ね、反対するわけではないんですけど、まあ、やらない中国との戦争をやらない方が良かったなとは思ってますけどね、だからといって、ですねあのいわゆるそういうご権論者の人たちの言うことに苦味するわけにいかないんですよ、つまりご権論者の言う人たちはこういうことなんですね、多大な犠牲を払った、それによってできたのが憲法9条なんだと、だから憲法9条を否定するということは、そういう犠牲者の人たちを冒とくことにつながるんだというふうな言い方をするわけです。 でもこれはもう全く論理的におかしなつながりであってね、あの論理にもなってない話なんですね。こんだけ犠牲が払ったから、ね、これが正しいんだっていう考え方っていうのは間違ってるんです。昔ね、まあ、それよりずいぶん後ですけども、バーブルっていうのがあったんですね。バーブル景気があったときに、土地の価格がガンガン上がってたわけです。で、まあ、その、そういうのにですね、多額のお金を費やしてた人たちがいたんですね。 あのバブルが崩壊したときにです、ね、彼らはこう言ってたんですね、ここまでお金を費やしたんだから、これ、今更さら引けるかって言ってたわけです、これ、これだけの犠牲を払ったんだから、今さら手を引けませんよっていうのは、ですねこんだけ多くの犠牲が出たんだから、憲法9条を否定しちゃいけませんという理屈とね、一緒なんですよ。そうでしょ こんだけ多くの犠牲を払った、こんだけ多くのまあ努力をした、であるがゆえにこれが正しいんだなんてことは世の中には必ずしもあるわけじゃないんですよ。一生懸命努力したからって結果が伴わないことってよくあるわけですね。多くの犠牲を払ったから必ずしもうまくいくとは限らないわけですよ。実はですね、こういう言い方っていうのは、戦前の軍国主義者はよくしてたんですよ。どういうことかっていうと、あの日本がですね、非常にこう大事にしてた場所にあの満州っていうのがあるんですね。まあ、今言う中国の東北部ですね。 でまあ、満州、まあ、もしくは満盟とか言ってたんですけど、この満盟を守らなければいけないと言ってたわけですで、その時にどういう言い方をしてたのかというと、あの満盟というのは、10億円の軍費と10万人の英霊の犠牲のもとに、あの満盟というのを確保したんだと、あれを手放せなんていうやつは、その犠牲者に対する冒とであるというふうに言われたんです、これ、実は戦前よく言われたことなんです。 あのね、これがね、あの20億円の軍費とかね、あの10万人の,その英霊とかっていうふうに変わったりもするんですよね、あの10万人になったり、20万人になったり、20億円になったりとかするんですけど、あのまあ、10億円の軍費と20万10万人の英霊、つまり10万人の兵隊さんの犠牲ですね、のによって、ですね、あそこのまん毛を取ったんだと、だからそれを手放すなんてとんでもないって話な少なくとも日本人が、ですね、あそこのまん毛というところをですね、非常に重要視してたのはじさん。 でその時に彼らがですねあの擁護していた理屈というのが、今言った10万人の犠牲があったんだと、それによって取ったんだと、それを手放すたはどういうことなんだって話なんです、これはまさに戦後、何百万もの犠牲、そして何千万の外国の方の犠牲の下に憲法9条ができたんだっていうのと同じ理屈なんですね、こんだけ犠牲を払ったから正しいに決まってる、こんだけ金払ったんだからうまくいくに決まってる、こんだけ努力したんだから、この商品を売れるに決まってる。 決まってないんですよそんなこと。彼らは9条があるから平和だということをずっと信じてきたんです。であるが故に今現在もその自分の親戚てきたものを守るために9条守れ9条守れって言うんです。決して現在の日本の安全保障のためではないんです。自分自身の気持ちのため自分自身の感情のためなんです。 満州から撤退しろって言われて、カーッと来てしまった日本の軍人さんと、救、ね、助なんての意味ねえぞって言われて、カーッと来てる日本の御健論者っていうのはですね、基本的に一緒なんです。憲法救助というのは、戦力をなくすもんなんです。戦力をなくすことがどうして正しいことなんですか。世界中の国は戦力なんかなくしませんよと。そうでしょ。戦力を縮小したりすることはあっても、戦力なんかなくさないんです。政治の政策の中で絶対欠かしてはいけない2つの政策っていうのがあるんですよ。 そのうちの一つは経済であり、もう一つは安全保障です。これは別に国家というものではなく、いわゆる集団であってもそうなんです。で昔のその狩猟人民族の時代からですね、みんなそうなんです。自分たちの生命を守ることと、ね、飯を食っていくことっていうのは欠かしてはいけない政治の政策の二つのことなんです。実は憲法九条っていうのは、そのうちの一つである安全保障を放棄しましょうという考え方なんですね。これはまさに一時的な感情に基づくものだったんです。 憲法九条というのは、そしてご見論者というのは、実は戦前のですね、軍国主義者と変わらないんです。自分たちの価値観を否定する人たちに対していたけたかになっていかれくると。で、とても冷静な議論ができる相手ではないんです。それをですね、日本の、まあ、非常に頭のいい知識人と言われている人たちが一生懸命頑張ってるノーベル賞作家だとか。彼らは戦前の、万んは日本の生命線であると言っていた軍国主義者と変わらないんです。 であるがゆえにですね、憲法9条というのには意味がないんです。憲法9条があるから戦争の念願が起きないんではない、平和の世の中なんではない。日本は自衛隊の存在と日米安全保障条約という世界最強の軍隊によって国が守られてるんです。軍事力によって維持されてるんです。 そういうことをですね、肝に銘じるべきだなというふうに思います。動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、またですね、ブログ、ツイッター、ラインアウト、下の方につけてありますので、登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。それでですね、下の方にまたショップの方もつけてあります。私、あのショップもやっておりますので、各種レポートとかですね、これからどんどんアップしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ購入していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。